はい、チヌですね。まあ黒大さんのこの頭、こいつを今から丸焼きにしていきます。ちょっとこれ入らないので頭を今から割りたいと思います。食べるところがこんなにいっぱいある。早速食べてみたいと思います。
てこの油すげえ。こっち焼けてるかな。おお、焼けてる焼けてる。このね、皮がすごい。ではまず目玉からいただきます。おお、プリンプリン。いただきます。うん、目玉のゼラチンのところがすごい美味しい。では次ここ、この頬肉。あ、ちょ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 、頬肉もよく締まっててうまいなぁ、ここ。で、これこの顎のところの筋肉、すごっ。プリンプリンよ。ほら。うまっ。なんか顎の筋肉なのに脂が乗ってる。へえ。電話が来た。よっ。うん。よっしゃ、来た。まあ、ここにね、お肉がぎっちり詰まってんですよ、この頭の部分に。よっしゃー、ここがすごい美味しいので、結構ね、まとまって入ってるんで食べ応えあるんですよ、ここ。これまず心臓いただきます。うまっ。とろっとしてるんだよね、ここの部分がすごい美味しい。ここ見て、これこのエラの部分絶対美味しいやつ、これ。いただきます。すごい美味しい、ここ。なんだろう、ここ飲み込む部分の筋肉が発達してるからなのかな。すごい美味しい。またここね、脳みそがね、トロッとして美味しいんですよ。あとこの下の顎、最高よ、この肉。いやー、やっぱこれぐらいの大きさになると食べるところが多くて嬉しいな、頭も。